3泊4日でロードトリップに行きたいと思います。だいぶ青いっすよ。じゃあ、2です。今日はワイトモケーブスね、行ってグローワームを見るツアーに参加したいと思います。ではバイ。Threads hanging off the hammock when something comes flying through the cave. Like a bee fly, dragonfly, and then some of these threads. You see the droplets on the threads, weighting them down? Well, those are anesthetic and a glue. So if anything flies into that, you stuck in there. And the glowworm can pull it up into a larvae. You see a larvae here, they're 2 or 3 mils long, and then they over a massive got enough energy and fully mature. で帰ってきたんですけど、雨がすごいっす。めちゃめちゃ久しぶりなんじゃないですかね、この北島にね、こんな雨が降ったの。ザーザー降りで洪水でも起きるんじゃないかっていうぐらいね、雨降ってます。おりゃおりゃおりゃ。まあね、でもね、今回ね参加したスペルバウンドグローワームツアーっていうのがそんなに外を歩くっていうのがなくて、ケーブルの中をね、洞窟の中を歩くっていうツアーだったんで、雨が降る日にチョイスしたのは良かったのかなって思います。ただね、これからねタウポに向かうんですけど、タウポまでがねこういう雨の中の運転になってしまうんで、ちょっと気をつけながら行きたいと思います。いろいろ晴れてたらね寄ろうかなとも思ったんですけど、
あまり行く気にならないですね。もうね、景色も全然見えなくなってるんですよ、雨で。なんでゆっくりドライブしながらタウプまで向かってホテルでゆっくりしようかなと思います。それではレッツ運転。ピッピー、あれがタウプ湖じゃないでしょうか。来ましたね、ようやくですよ。全然見えんね、残念です。タウポに着きまして、今回はね、ヒルトンタウポレイクっていうところにね、来ました。4階だって。マジか。めっちゃいいところや。うぅ。なんかすみません。がリビング兼、これはエクストラベッドなのかな、多分。本当はね、3人で泊まる予定だったんで作ってくれている感じなんですね、きっとね。ソファーがベッドになっている。そしてこっちが多分本物の寝室で、これがバスルームと。やっぱり綺麗ですね。これがバスローブと。ここにはテレビもあって、こっちにもテレビがあるね。これ持って、雨ですが、こんな感じ。さらにプールもあります。フィッシュ&チップスをいただきます。宿戻って食べたいと思います。では、はい、ってことでね、さっきね、インフォメーションセンターに来る前に寄って、そこでね、たまたま見たね、チラシにザ・フィッシュボックスっていうね、なんかいかにも美味しそうなフィッシュ&チップスのお店があるよっていうのがね、分かったんで探してみたら、なんかね、オンラインで注文してピックアップしに行くっていうスタイルだったんで、やってみました。これね、フィッシュ&チップス。で、そうでしょ、昨日アップルサイダーをね、買ったんで、これと一緒にねいただきたいと思います。では、いただきます。うん、おいしい。手で食べるスタイルなのかな。アップルサイダーですね、甘い。コーンソーとかも手で食べるのかな。フォークがついてねえじゃねえか。バン。うん、おいしい、おいしい、おいしい。タルタルソースに、うまそう。うん、あ、これはチキンだった。足りないかなと思ったね、チキンをね、後してみました。なんかね、フィッシュボックスパックっていうのは、その日のね、魚、その日の魚、本日の魚と、あとチップスとコーンスローっていう形でした。チキンも美味しい。これだよね。あ、うん、うん、うん、いけてる、美味しい。トレバリーだったかな、今日の魚。身がすごい詰まってる感じがします。うん、うまい、うまい。そうだ、そのね、インフォメーションセンターで明日ね、行こうと思ってるバイオタップっていうね、こいつ、これにね、行きたいなと思って
思ってたんで、このパンフレットみたいなのをねもらったんですけど、そしたらね入場料がね割引されてて 10% 割引で、はい、ちょっと安くね購入できて、たまたまだったんでね、すごいラッキーな感じでした。明日ねこのこいつにね出たらいいなと思っております。でここはなんかね8時半から開くみたいなんですけど、10時15分になんかその間欠泉のショーみたいなのがシャーって出るようにねなんかなってるらしくて、それに合わせていくとすごい混んでるんですって。なんでそれより前に開演と同時ぐらいに8時半ぐらいに行って、まあとりあえずいろいろ見てね、見て回ってから間欠泉を見るっていう風にしたらすごいいいよって言われたんで、明日はねちょっと朝が早いです朝ね苦手なんですけど、はい、頑張って早起きして、まあここはね雨とか関係なくこういう色が見えるらしいんですよ。なんで楽しみにしてます。はい、ね、本当はねいい天気にねカフォールスっていうねそのタウポコに水が流れていく滝というか川があるんですけど、なんかすごい量の水がとにかく流れてて大迫力のところがあるらしいんですよ。でそこをね本当は見に行きたかったんですけど、やっぱりね天気がいい時じゃないとね残念な感じになるのかなと思って今日は行きませんでした。明日も天気予報的には雨なんですけど、このねワイオタープに行く前にちらっと寄ってから行こうかなと思っております。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ音がしてる。